鳥山赤燕、根弱百奇襲より、新紀楼、寺島良安、和寒三サイズへより、新、和寒三サイズへより、車、合心とは、新紀楼を作り出すと言われる伝説の生物。古代の中国と日本で伝承されており、巨大なハマグリとする説と、竜の一種とする説がある。新紀楼の名は、新が木を吐いて、楼角を出現させると考えられたことに由来する。 霊獣の一種ととされることもある。こもあ中国の古書、遺園では、ハマグリの別名を神と言い、春や夏に海中から木を吐いて、牢台を作り出すとある。この伝承は日本にも広く伝わっており、江戸時代の鳥山赤縁による妖怪画集、根弱百鬼周囲でも、新規牢の名で大ハマグリが木を吐いて、楼閣を作り出す姿が描かれており、解説文で中国の式を引用し、 神とは、大浜まぐりなりと述べている。一方で竜とする説は、中国の本草書、本草項目にあり、浜まぐりではなく、香料に属する神が木を吐いて、神器郎を作るとある。この神とは蛇に似たもので、角、赤い髭、縦髪縦髪を持ち、洋花の下半身は激林であるとされている。神の油を混ぜて作ったろうそくを灯しても幻の、 呂角が見られるとある。さらにこの、神の発生について、蛇が、肘と交わって、卵を産み、それが、地下数上に入って、蛇となり、さらに数百年後に天に昇って、神になるとしている。宋の百科事典、比賀の著者である陸伝も、同様、神は、蛇と肘の間に生まれるものと述べている。また、来期には、肘が、大水の中に入ると神になるとあり、 この発想は日本にも伝わっている。日本において、神を竜の一種とする説は、宝永年間の本草書である山和本草に記述されている。また、江戸時代の百科辞典、和漢三歳図絵には、竜類に属する神が、神気楼を起こすという記述、大型のハマグリである車号が、神気楼を起こすという記述の2種類があり、車号は別名を神とも言うが、 竜類の神とは別種のものとされている。来季の月漁では、神にハマグリと竜の二通りの説があるのは、ハマグリの神が竜族の神と同盟であるために、両者が混同されたためと述べられている。五歳勇気には、大だき法師半下の一行が旅の途中で、大変賑やかな死骸に差し掛かるが、それは神気漁であり、一行は神の腹の中にいた、とある。 ありがとうございます。